キラを我がものにする時が来たわ。死に際にキラを任せたと言われてからキラと一緒に通えるまではって。でもでも今日からはキラのことを私の本能が赴くままに。まずい。もうキラ遅いわよ。運動不足？ほんと体力あるよな。だってキラとはあの時からずっと毎日運動してるからね。大丈夫か？ようやく昼か。姉貴、どこまで行くんだよ。お姉ちゃんは怒っています。恋人が目の前で他の女を抱きしめ襲うかという暴挙に心が傷ついています。なんでそんな解釈になる。そりゃ抱き留めた体勢にはなったが、女っていうより妹っぽい感じだし。ふざけないで。あんなクソビッチが妹とかありえないから。一度ならず二度までもお姉ちゃんをどん底に落とすなんて言いがかりだ。お姉ちゃんの怒りを鎮めるには膝枕をするくらいしかないわね。俺が？それじゃあキラ、後でね。今日は体育の授業か。そういえばキラと体操服でしたことなかったな。なーに疲れてんの。今朝も超絶美人の姉ちゃんと一緒に登校しといて。お前そればっかな。そりゃあんな姉ちゃんに甘やかされるとか男の夢じゃんよ。キラ、お姉ちゃんのお願い聞いて。またどうしたんだ姉貴。ブラのフックがはまらなくてお姉ちゃん困ってるの。見てくれない？あ、はあ、そんなこと友達にでも頼めばいいだろう。何それ、キラはお姉ちゃんのブラが他人に触れられてもいいっていうの？女同士だろ。その子がレズとかユリだったらお姉ちゃんそっちに染まってもいいっての？なぜそうなる。お姉ちゃんの完璧で清らかな体は家族にしかさらさないの。それが貞淑な乙女よ。貞淑って。さあキラ、お姉ちゃんのブラジャーを直しなさい。弟の仕事よ。そうは言ってもここでできるかよ。あら簡単よね。周りに見えないでしょ、お姉ちゃん天才。キラってば何考えてるのかしらね。さっさと背中向けてくれよ。キラ、ただいま。これはお姉ちゃんがいないのをいいことに不倫。新婚1年目でこんな絵に描いたようなゲス不倫なんて。おい姉貴、大丈夫か？ただいま。おかえりキラ、ちょっと待っててね。悪いな姉貴ばかりに。何言ってるの、お姉ちゃんの役目だし気にしないの。それにキラとの新婚生活は楽しいしね。まあ兄弟で結婚できないけどな。そんな、昨日俺のチンポすごいだろって散々ザーメン出しまくったあれは何だ。
後やっとくから風呂入ってこいよ。見つめられたら恥ずかしい。そんな格好で堂々と入ったくせに。キラー、お姉ちゃんの体洗って。さっさと入ってこいよ。キラー。はい。いらっしゃいませ。あ、キラ。学校帰りに寄り道なんていけないんだからね、キラ。サラサ先輩、ここでバイトしてんだ。友達のヘルプなのよ。あなたには関係ないけどね。遅くなるってのはこういうことか。サラサ先輩、メニューないですよ。あら、今用意しますからね。ここってスイーツが美味しいって有名で、だから先輩とデートの時にって。そうか、そろそろ帰ろうか。まだ注文してないです。明らかにデートよね。私に隠れて家庭崩壊の序章だわ。キーラ、どこのビッチを連れ込んでるわけ？ああ、お帰り。ちょっと後輩にトイレ貸してただけだよ。あ、キサラギサラサ先輩、こんちは。あら、あなた。へえ、トイレね。もう用済みね。さ、お帰りはあちらよ。あ、キラ先輩とお話ししてから帰ります。お構いなく。キラがあのビッチに溺れるとは思わないけど。でも、あ、そうして次の大会までには間に合うようにしてるんだ。あん、ちょっとトイレ。別になんとも思わないが。あら、もう縮んじゃった。あ、姉貴、ここ男子今清掃中だから。じゃあな、しっかりしろよ。キラ。キラ？昨日のことは怒ってないわよ。ちょっと寄っただけなんて下手な言い訳。ラブホから出てきて処女ですなんて言ってるようなもんだわ。軽く遊ぶ程度なら気にしないし、いくらでもそんなの許すけど。でもね、それは何かしら。試験の結果です。そうね先輩、僕で興奮してくれて嬉しかったよ。だからかすり、俺はそのこうしてお前とやるのは。やっぱり先輩もだよね。ああ、かすりも俺とするのはこれっきりに。うん、今度は僕の部屋でしよう。誰か来るとまずいし、二人だけでしたいし。いや、そういうことじゃ。それじゃあ、先輩今日はありがとう。明日またエッチしよう。まずい。キラ。